とウォッカの中の人の会話がマンマーの2人でほっこり。真実はいつも一つ。兄貴、初めてどうですか。初めてなんでどうしていいか分かんない。そうそこはありますね。今回もとてもなんかこう物語の中にどっぷりと入ってて、ね、すごいあんなことやこんなことや、うん、あんなことまでしちゃうのっていうことがあってね、堀さん。なんかあのあんなとかこんなだから全然分かんないね。分かんないですね。M1 グランプリじゃないんですから。愛ちゃんかわいい。そこ。ベルモットが初めて、コナンのテレビシリーズに出演したのが23年前なんですよ。で毎回秘密めいているので本当にね、 1カットずつとにかく食い入るように見ててください。見逃すとね、わけわかんなくなります。どうですかバーボン。まあ、前作は首に爆弾つけられちゃってましたんでね、はい、あまり表立って活動はできなかったんですけど、今回は、まあ、一つそこにいらっしゃる赤い方がですね、まあ、登場され、まして、2人の、まあ、会話も。お元気ですか。 ありがとうございます、はい、楽しんでいただければと、はい、皆さん見てください。